ように杖を使った決闘の仕方を学んでいきましょう。ではまずはじめに、今日皆様の練習用のターゲットはこちら、前にあるテーブルになります。そして杖をお持ちの方、はい、杖を使っていきましょう。そして杖をお持ちでない方、大丈夫です。手をこのように杖のように回していくことによって呪文をかけることができます。そして杖や手は周りの方にぶつからないようにどうぞご注意くださいね。それではコールハリスのワールドコンバットを使って針の金の字も皆さんと一緒に学んでいきましょう。ではまずはじめに、すべては正しい杖の構えから始まります。皆さん私の真似をしてみてください。まずはじめに、杖を持っている手または利き手が後ろに来るように、左か右どちらかを向いてください。横を向きます。横を向いたら膝を軽く折り曲げて姿勢をまっすぐに保っていきます。頭の上に杖をこのように持ち上げて、杖の先がまっすぐテーブルに向かうように、そしてもう片方の手もまっすぐとターゲットに向けて伸ばしていきます。そうです、皆さんかっこいいです。では杖を前に出して素早く引く、前に出して素早く引く、これをスイッシュ&フリックの一振りと言います。では一緒にやってみましょう。スイッシュ&フリック、もう一回スイッシュ&フリック、そうです、そんな感じです。ではこの構え方を使って実際に呪文を唱えてみましょう。スチューピファイという獅子呪文、これは大変便利な呪文です。映画ハリーポッターと不死鳥の騎士団では、ハーマイオニーがロンと一緒に決闘の練習をする際にも使っていました。では私がこれから3、2、1とカウントしていきますので、皆さん一緒に大きな声でスチューピファイと唱えましょう。では皆さん構えて、さあ気合を入れて準備はいいですか。いきますよ、3、2、1、ステーファイ。おお、今テーブルの動いたの見えましたか。初めてと思いません。素晴らしい。ではこの構え方を使って